中部短歌会は、日本の短歌結社。毎月、歌詞、短歌を発行する。稲葉京子、大塚虎彦、斎藤す子、古谷智子稲葉京子、大塚虎彦、斎藤す子、杉本陽子、古谷智子、川田茂、菊池博士、佐野見恵、村井彩子現在の編集発行人は、大塚虎彦であり、事実上の主観である。 大塚体制発足後、現在の選者、編集委員が決定された。別に、会務、編集補助などを数名の同人、会員が務めている。中部短歌会の会員は、同人、準同人、会員の3つの区分に分かれる。検証制度として、同人を対象にした短歌賞、準同人、会員を対象にした新人賞がある。その他、戦後記念などの特別時は、 結社の導人会員を対象とした特別作品コンクールが開かれる。現代短歌の鑑賞101では、当世系の結社として紹介されているが、事実五人である。中部短歌会は、1923年に超結社導人誌を発行する団体として、発足しており、心の花、超音、葉王樹、荒ぎ等、多数の結社所属の歌人が在籍。 投稿していたため、当初は特定の系列でなかった。そして、厳密に言えば、三田霊人と、朝の保つを失って、超音出身のカスガイが主催になった時点で1955年に、結社化したわけであるから、結社としては、超音系と言うべきである。ただし、歴史的経緯から、会としては特定の主義主張を持たない、自由な気風がある。歌詞の名称は、 単価であるが、角川書店の総合誌に同名の単価があるため、所属氏名を中部単価と書く所属歌人が多い。なお、単価の名称は中部単価界の方が古くより使用しており、角川書店は同会の了承を得た上で同盟の総合誌を創刊したという経緯がある。かつて所属していた歌人に、理科清水原シオン、北秋夫、黒瀬カラン、 続きなお子らがいる古くは、出口鬼三郎が投稿していたこともある。また、霊明時には、若山牧水、大田瑞穂、佐々木信綱、川田淳等も、加階等に出席ないし参加したり、助言したりし、会の発展に深く関わっていた。ありがとうございます。